はい、こんばんは、たかちゃんです。今日はね、またボクシングありましたね。あれのまた感想をちょっと言っていこうかなと思ってます。まあ、あったのは、マイク・タイソン対ロイ・ジョーンズ・ジュニアのエキシボンマッチですね。8回戦で、1ラウンドが2分ですねの8回戦、8ラウンドまでっていう形で、で、ボクシングのグローブが、12オンス、今回は、はい、つけて、行われました。まあね、マイク・タイソンが、さすがに絞ってきましたね。まず体つきを見ると、2年で何十キロ落としたとかなんか書いてましたよね。もう体見ると完全にもう、ほんまに現役さながらみたいな感じで、リング上にこう登った時なんかね、黒のトランクスと黒のスーツで、ほんまに現役やな、みたいな感じで、ちょっと見てました。まあ、知ってる方はもう知ってますけどね、タイソンはどういう選手、どういうボクシングをするかとかね。もし知らない方があったら、まあ、ね、若い頃のタイソンの試合をちょっと、見てほしいですね。はい。で、まあ、ロイ・ジョーンズ・ジュニアの方は、4階級制覇の、ヘビー級チャンピオンですね。ミドル級、スーパーミドル、ライトヘビー、ヘビーのこの4階級制覇で、パウンド・フォー・パウンドにももちろん入ってましたね。はい。で、まあ、この試合ですね。もう、まあ、一応まあ、判定はまずドローってことになりました。これはまあ、当然まあ、エキシビションマッチっていうこともあるし、ね、まあ、そこであんまり差をつけるのもね、ダメなんで、やっぱりそういう形にしようっていう感じになったんじゃないですかね。一応まあ、判定をつけた、その、3人のジャッジが、元ヘビー級王者、元 WBC のヘビー級王者って言ってもらったんですけれども、ちょっと誰がつけたのかはあんまりはっきり分かってないんですけど、どうなんですかね。あの頃、タイソンが出た頃に活躍してた選手なのか、最近の選手なのか。まあ、タイソンが、活躍してた頃で言うと、まあ、あの辺りの時代で言うと、まあ、イベンダーホルフィールドとか、あとレノックス・ルイスとか、あのあたりが、まあそうですよね。まあ、そういう感じですけど、まあ、多分試合も見た方はわかると思いますけど、まあ、全ラウンドをタイソンが取ってましたね、完全に。ちょっとロイ・ジョーンズ・ジュニアはなんか、もうちょっと俺体作ってきてほしかったな、と思いましたね。はい。まあ、試合展開も大体まあ、タイソンがもう完全にボディ狙いで、バンバン打っていって、で、ロイ・ジョーンズ・ジュニアはまあ、ステップワークでまあ、逃げながら、たまにこう、スイッチしたりっていうような感じでまあ、やってましたね。でも、しかし、クリンチが多すぎましたね。あれはちょっと、なんかね、どうかなーってちょっと俺は思いましたけど、で、まあ、そして4ラウンドぐらいですかね、インターバルの時に、ちょっと見たんですけども、ロイ・ジョーンズ・ジュニアが完全にもう、息上がってましたね。口で呼吸してましたからね。これはもう、多分まあまあ、タイソンのボディがもう効いてるというのもあったんでしょうし、練習不足っていうのもあったかもしれませんね。で、その代わりにもタイソンの方は、多分あれ7ラウンドぐらいでもまだ1球は切れてなかったような感じがします。はい。別にそんな口を開けて呼吸もしてないし、で、特に第8ラウンドなんか、最終ラウンドですね、結構な動きしてましたね。見事に。第8ラウンドがなんか一番よく切れた試合展開っていうんですかね。体のキレがすごかったと思います、僕。はい。からね、そうですね。まあ、もう完全にね、もうタイソンなんか15年ぶりっていう、このね、すごい。で、この体つき、
もう本当に昔のヘビー級で最強って言われてたね、タイソンを思い出しました。もう本当にすごかったですね。まあ結局ドローで、ファイトマネーが、で確かタイソンが1000万ドルからやったかな。でロイ・ジョーンズ・ジュニアが300万ドルみたいな感じのことを言ってましたね。たこれ、そうですね。多分そうです。でも本当、もう1ラウンド目からタイソンはガンガン行って、タイソンはもう休む暇はなく、もう常に攻撃、昔からの、動きですね。頭振って、で、そこからもう中に入るのがすごい早いですね、やっぱ。パーンと入ってボディ打って、それでまたシフトウェイトで体をグッとこう変えて、また追いかけるっていう、素晴らしさ。試合はなんかもう、昔ほんまに思い出しますよ。昔のタイソンの試合、動きがそっくりでしたね。いや、ほんと嬉しかったです。見れて嬉しかったですね。まあ、タイソンはまたやりたいと思う。だったら、試合やりたいって言ってたんでね。また誰かとタイソン戦ってほしいですね。まあ、僕の感想はまあこんな感じですね。ちょっと薄っぺらい感想になっちゃいましたけど。まあ、僕はタイソンがやっぱり全盛期の頃見てたんで、やっぱどうしてもタイソンびいきになっちゃいましたね。まあ、皆さんの予想というか、感想ですね。どうだったでしょうかね。そういうのをちょっと教えていただきたいです。いや、実に、今はまだ YouTube でも多分見れると思いますんでね。まだよかったら、まあ、それ見たってください。じゃあ、まあ、以上なんで、ありがとうございました。皆さんの感想の方が楽しみです。